バート・カールトン・フートンは、アメリカが州国テキサス州ハント郡グリーンビル出身の元プロ野球選手、野球指導者。右とを右打ち。愛称はハッピー。1968年の MLB ドラフト5巡目で、ニューヨーク・メッツから指名されたが、この時は入団せずに、テキサス大学オースティン校へ進学した。大学時代は、通算35勝3敗の好成績を残した。 1971年6月の2時、ドラフト1巡目で、シカゴカブスから指名され、プロ入り。直後の6月17日のセントルイスカージナルス戦で、メジャーデビュー。独特のナックルカーブを操り、1972年には11勝、防御率2.80の成績。さらに4月16日のフィラデルフィアフィリーズ戦では、ノーヒットノーランを達成した。 ロサンゼルスドジャースへ移籍した1975年は12、連勝を含む18勝、1977年には防御率2.62の成績を上げた。また、ニューヨークヤンキースと対戦した1977年のワールドシリーズでは、第6戦にヤンキースのレジー・ジャクソンがすべて初級打ちの3打席、連続本塁打を放ったが、最初の1本目を打たれたのはこのフ筒トンである。 1978年は自己最多の19勝を挙げ、1981年にはシーズン防御率2.28、リーグチャンピオンシップシリーズでは4勝、防御率0.82という大活躍で同シリーズの MVP に輝いた。テキサスレンジャーズでプレーの1985年を最後に引退した。15年間通算で151勝を挙げた。引退後は母校、 テキサス大学、ドジャース参加のマイナー、ヒューストンアストロズ、サンディエゴパドレス参加のマイナーで、投手コーチを務めた。2008年には、カレッジベースボールの殿堂に選出された。ありがとうございます。